手紙を書いたのは私。そう、ゼーレよ。何？嫌なわけ？でも、手紙を書くのは初めてよ。ヴィンセントペンを強引に渡してきたゼーレが、せっかく私たちの誕生日なんだからやってみようって言わなかったら、書こうだなんて思わなかったわ。でも、手紙って何を書くべきなのかしら。近況？挨拶？相手の体を気遣うとか？まあいいわ。本題に入りましょう。今日って暇？最近は天気がいいし、お姉様のようにずっと室内にこもって仕事するわけにはいかないから、これからピクニックに行こうと思ってるの。ゼーレったら、高級な材料を使って、見た目にもこだわった特別なケーキを作っていたのよ。賞味期限はそう長くないから。ここまで言わせておいて、遅刻したらどうなるか、わかるわよね。それじゃ、待ってるわよ。ゼーレ。館長、ここだけの話、ゼーレは5回も書き直してたんですよ。それと、興味ないって言ってましたが、一緒にケーキを作ってくれました。ただ、その後、なぜかチリパウダーが半分減ってたんです。どうしてでしょう。おはよう。今日もええ日やな。起きとる？ちょっと早めにメッセージ送ってもうたかな。今週は忙しかったわ。夏休みにサボった分を取り返す言うて体調が特訓を増やしたんよ。おかしいと思わん？なんでうちがずっと遊んでたって知っとるんやろ。それに宿題も急に増えてん。あんな分厚い問題集、頭が痛うなる。でも遊園地の約束しててよかったわ。長蛇の列は勘弁やから、起きてすぐに出発したで。日傘、ティッシュ、お菓子とドリンクも用意済みや。ドリンクはうちのお手製やで。安心してや。味はチェック済みやから問題あらへん。遊園地に着いたらジェットコースターのてっぺんで悩みを全部叫ぶんや。誕生日は思いっきり遊ぶべきやろ。宿題はまだ終わってへんけど、内緒にしてや、お願い。そうや、あんたからのプレゼントはまだ開けとらんよ。夜にケーキ食べるときに一緒に開けるんや。あら、ハトのコラボ T シャツかな。うちが前回買えんかったやつ。うちはもう下におるから、早降りて出発しよう。キャロル。